なぜ皆さんはプレゼンテーションをするんでしょうか。そしてなぜ皆さんは今日プレゼンテーションを聞きに来たんですか。なんででしょう。簡単です。この TED、TEDx のテーマ Ideas Worth Spreading、 そうですよね、アイデアをみんなで広めましょう。でもどうやってこのアイデアを本当に広めるんでしょうか。実際にこのプレゼンテーションを聞いて素晴らしいアイデアを皆さん得るかもしれません。これを実際に活用する、そういったプロセスまで進んだことがありますか。私もたくさん TEDx トーク、 TED トーク見ました。でも実現したもの、実践したものはごく限られているんです。なんか映画のように素晴らしいものとして見て、それで終わってることってありませんか。そこで今日はこのプレゼンテーションをその先に進める、いかに自分のものにするかっていう話を、私が大学でプレゼンテーションに関する研究をしながら得た結果を踏まえて考察したいと思います。アイデアを広げるのは人々です。プレゼンターだけではなく、オーディエンスがこのアイデアを広め、ここに来なかった人たちがこの情報を得て理解、納得を得る、そして共感につなげる、こういった声につながって初めてプレゼンテーションはパワーを持つんです。つまりいかに人を動かすかということが重要なんです。私はつい数年前、大病を患い生死をさまよいました。 ICU でしばらく意識がなく、やっとこの大病から生還をし、生還したけど残念ながら臆病という病気にかかったんです。何かチャレンジすることに非常に引っ込み思案になってしまいました。ところがある友人がスキー場の頂上でプレゼンテーションしてくれという依頼をいただいたんです。行ってみて驚きました。彼らは山頂でアイロン掛けを始めたんです。これは異様な光景でした。私はまず理解ができませんでした。ところが彼らをよく見てみると非常に楽しんでいるんですね。中にはスーツの方もいます。ネクタイにアイロンかけたりもしています。この周りにはもう20人ぐらいの仲間がいい、心からこの行為を楽しんでいるんですね。私は最初こうやってビデオを撮りながら傍観者を気取っていました。ところが私の友人がやってみたらどうかというふうに言ってくれたので、やってみました。なんとも言えない爽快感、達成感、そしてなんだかわからない征服感、こういったものを得たんです。ぜひ皆さん山の山頂でアイロン掛けをしてみてください。これつまり私の心が動かされたってことなんですね。どんなプレゼンテーションよりも私の心に響いたんです。そして自分でこれをやってみようと思い、アイロンを買いに行きました。これまで私アイロンかけたことなかったんです。さすがに高いアイロンはいきなり買えませんでした。とりあえずこの旅行用の小さいもの、そしてどうやら外でアイロンをかけるというものがあるらしい、その書籍も買い求め、アイロン台も購入し、まず最初スキーを滑りながらアイロンをかけてみました。私はもともとスキーのレーサーです。これは会津若松で、この私の友人たちが福島の復興のために、もう福島は安全だよと、観光客を誘致しようという行為の一環で行っているスマイルフォー福島という活動です。ここで少しスピードを上げたりしてチャレンジするっていうことに、私臆病から初めて脱することができました。ここでかけているのは会津織、そして赤ペコです。地元のものをかけると、こういったものにはルールありません。沖縄ではアロハシャツ、海の中ではもう何も考えません。まずここにシワがあるかどうかがわからない、シワが伸びているかがどうかがわからない、これはもうまさに無の境地です。まるで禅の心得ですよね。そうすることで私いろんなものを得ました。この時にはちょっとアイロンが大きくなってます。海底洞窟の中でかけてみると、自分の心の中が透けて見えるような感覚を得ました。これは青の洞窟という宮古島の海底洞窟です。非常に美しい景色の中で、美しいものに心を打たれながら自分の心をもう一回覗いてみようという新しい行為を私得ることができました。おそらくこんな水中で
アイロンかけているやつは世の中にいないだろうと思い、私は一時期こう自尊心を満たしていたんですが、驚愕の事実が分かりました。いろいろ調べてみたところ、ギネス記録に173人10分間水中アイロンというのが2011年にもすでに記録としてあるんですね。無知っていうのは怖いです。海の中でアイロンをかけると上がった時にこれ絞りますよね。またシワができます。これが無限ループです。エクストリームアイロン掛けという項目がヒットしました。これは1997年イギリス発祥の国際スポーツです。あらゆる過酷な状況で心の冷静さを試すんだそうです。やってみました。いろいろ調べてみたら、アイロンをかける人、アイロニストにはこういった精神があるそうです。羞恥心をまず克服すること、ユーモア感覚、大自然の厳しさに立ち向かう強靭な肉体、バカバカしさの理解、そして当然これは家事です。家事にはセンスが必要です。北海道へ行ったり山に登ったり、まずこのザックにアイロン台を入れるところから勝負です。こんなの本当に持ってっていいんだろうか。この足を分解し自作をしました。そしたらバッグに入らないんですね。まるで昔のこのフレームバッグのようでした。これが結構岩に当たって危険でした。山を登るときにすれ違う人に、あれそれ何ですか、いやどう見てもアイロン台でしょ、あれ何してるんですか、いやどう見てもアイロンでしょうっていう、こういう当たり前の行為が当たり前じゃなくなるという、非日常の共有という新しい経験を得ることができました。筑波山の山頂でアイロンをかけた時には、周りにギャラリーがたくさん集まり、この喜びを笑顔として伝染させることに気づいたんです。この笑顔は増幅します。どん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 みんなが、特に子どもたちが何も考えずにこの喜びに勤しむということが、この極限状態で得るといったことを気づいたんです。これつまり心のシワを伸ばしてるんですね。凍った湖の上でかけた時は氷に亀裂が入っていることに気づきませんでした。ここから私の冒険が始まります。スキーをしながらアイロンをかける、これかなりスピードが出てるんですが、お気づきになったでしょうか。アイロン台がかなり大きくなってきてます。アイロンもかなり大きいです。これは吾妻湖富士という福島にある火山の火口です。まあ、このように一人でかけることで自分の心を試す、そういった行為もあるんですが、100年前に実はこの桜島は土砂に埋もれて、この中に昔ブラックが存在したんですね。試しに行ってみたいと思いました。ここでよく見ると私アイロンをかけてます。何もない場だからこそ人は素に帰れるんですね。こうなるともう心が解放されます、ね、みんなでアイロンかけに行こうよと誘ったんですが、なかなかみんなは最初乗ってくれませんでした。そこでいかに自分が楽しいかということを体で示しました。これは遠隔アイロニングです。心のシワではなく体のシワを伸ばします。ここで誰よりも飛距離を伸ばすと真摯に向かえば人は真似をするんです。真摯な態度に人って心打たれますよね。こういった大きな発見を得ました。真摯な姿に人が動くんです。これってまさにモチベーションですね。報酬や外的要素のモチベーションではなくて、内的な要素から浮かび上がるモチベーション、動機づけなんです。心から楽しみたい、自分でしかも工夫したい、そして今よりもちょっと成長したい、こういった思いがあれば人は心を動かすというふうに言われてます。まさにこの行為はそれを身をもって体験する素晴らしい経験になりました。これはスキーとスノーボードでタンデムでアイロンをかけている、おそらく世界初の試みになったでしょう。ここでまさにプレゼンテーションと同じ共感が生まれたんです。ここまで来るとみんな、じゃあ俺はこういうふうにする、じゃあ俺はこういうふうにしようっていう新しい創造性が浮かび上がります。これはドローンというヘリコプターで空撮をしている様子です。なかなか空撮でアイロンを撮影するとは彼らも思わなかったでしょう。これは滝の裏側です。こういったところに挑戦するときに私も一つまた気づいたことがありました。これは自分の心の壁を越えているっていうことなんです。皆さん自分でいろんな限界作ってませんか。それを超えるきっかけどうしてますか。こういったエクストリームな行為、そして自分の心に正直に向き合う、そうすると心の壁は越えられるんです。我々の仲間はいろんなところでもすでにアイロン行為に勤しみ、中には裸でガッツポーズをしている外人もいます。全てのシワにはそのストーリーがあるんです。
ここで一つ実験をしてみました。どうやったらみんなはこのアイロンを楽しんでもらえるか。初心者の場合なかなかアイロンを楽しんでくれません。私はとりあえずこういったところで、これは洞窟です、こういうバカな行為をしながらですね、自分のいかにこう楽しめるかっていう心を試します。もうなかなかここまでやってですね、この時私も友人が一人いたんですが、彼にアイロンとはね、心のシワを伸ばすんだよ、こういうふうにするんだよっていろいろ教えすぎたんです。そしたら彼一応笑顔なんですけど、ちょっと引きつってます。なかなか何でもかんでも教えて説明してこういうふうにしろって言うと、その通り楽しめないんですね。そこで実験2です。この時は何も教えず、ただ私が楽しみました。そしていかにこれが楽しいかを簡単に伝え、これをすぐ真似できるような形にしたんです。これはロケットを実際に打ち上げているところですね。そうしたところ私の友人はノリノリでした。これがいかに楽しいかを彼はもう自分で理解してるんですね。で、何よりこうかけながら自分で楽しいってことに気づいてくれるんです。ここ彼が自分の心の壁を崩し越えた瞬間です。まさか大の大人がロケットの上に乗るとは思わなかったでしょう。でもこういった行為は非常にバカバカしいんですが、伝染をするんですね。むしろ私よりもこの若い彼の方がノリノリでした。こういったものには答えはありません。これはシカゴの世界最大のティラノサウルスの恐竜の前です。高校生の修学旅行生がたくさん集まってきて、外人はすぐ声かけてくれます。え、何やってんの。アイロンに決まってんだろう。これはグランドキャニオンです。こういった行為は自分が楽しむ以外にも人を楽しませることができるんです。こうして人生のシワを伸ばしながら人と感動を共有することができます。これは先々週言ったモン・サン・ミッシェルです。この干潟の上でアイロンかけるのが私の夢でした。何にもない干潟、そしてその裏側にはモン・サン・ミッシェル、素晴らしい修道院があります。まあ、こういったところでなんで俺こんなことやってるんだろうと思いながら自分の心が見えてき解放されているという気分になってくるんです。外国の観光客がどんどん声をかけてくれます。何やってんの。そこで私は答えます。エクストリーム、自分の心の壁を越えるんです。これはモン・サン・ミッシェルの壁の上です。実際かなり危険です。エクストリームアイロニング、一つ原則があります。アイロンがなくてもエクストリームでなければいけないんです、ね、これは実際僕もかなりビビりました。これはパリのエッフェル塔の前ですね。これをかけながらですね、実は警備員がやってきました。ピーポーピーポーと音が遠くで実は聞こえるんですけど、時にはこっそりやらなきゃいけない時もあります。こう急いで逃げてる様子です。観光客がたくさん声をかけてくれます。中にはチップを投げようとする人がいます。いや、これはパフォーマンスではありません。エッフェル塔の上に登った時は非常に不思議な体験をしました。みんながカメラに向かって笑顔を作ってくれるんですね。ここではもういろんな国籍の方がいらっしゃいました。このように非日常を共有することで新しい価値が生まれる、これを体感することができたんです。もうみんなどん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 声をかけてくれて、こういった行為こそみんなでシェアするべきだというふうに私は考えました。この非日常の共有、例えばこれはパラオの海底洞窟ブルーホールです。美しい景色の中でアイロンをかけると本当に心がムーになるんですね。全て自分が解放されます。中にはプロのカメラマンが私の写真を撮ってました。魚ではなくて。このアイロン、普通に家庭にあれば何でもないですよね。でもダイビングボートの上にいると不思議なギアになります。みんな非常に興味津々です。ただのアイロンなんですけどね。まあ、このようにですね、どん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 心のシワを伸ばせば人々がどん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 笑顔になってくる、それが生まれてくるっていうことを学びました。これこそがみんなで共有すべき素晴らしいアイデアだと思います。そしてここに新しいシワが生まれるんです。今まで眉間に寄ってたなんだこれっていうシワが目尻の笑顔のシワに変わっていくんです。
人が動くにはまず真摯に相手を思うこと、そして自分がまず動く、この勇気を持つことが重要ということを私はこのエクストリームアイロニングから学びました。そして自分の壁をまず越える勇気を持ち、相手が壁を越えられるようなそんな希望を持たせる、こういった行為がこのエクストリームアイロニングの中にはあるというふうに私は確信をし、これはベルリンの壁でアイロンがけをしてみました。こういった行為にエクストリームアイロニングジャパンという日本で代表的な組織の代表の松田仁さん、第一人者と言われてます。彼はどう思ってるか私メールを投げました。そしたら素晴らしい返事をいただいております。ほとばしるスチームのような熱いメールをありがとうございます。そしてこのエクストリームアイロニングジャパンに私もメンバーとして加わることができました。日本で18人目だそうです。今日の朝も彼メールをくれました。彼もこういった固定観念を持っているわけではないんです。自己責任でそれぞれが楽しむ、これがベストだというふうに彼が言っており、まさに私はここが共感するポイントだったと思います。彼のメールの最後には必ず Keep the iron hot って書いてあります、ね、人を動かすんではないんです。人が動くんです。真摯さこそがこの壁を越える勇気なんです。私は今日この鹿児島の皆さん、テデックス鹿児島の皆さん、テデックス鹿児島ユニバーシティの皆さんにこういった思いをこの鹿児島の桜島の灰の上で気づかせてくれたことを心から感謝したいと思い、これを今日のプレゼンテーションにまさにプレゼントとして皆さんにお届けしたいというふうに思い、今日この場に立ちました。ありがとうございました。